DVD の余韻がやばい。どうも、枝豆です。今回はリクエストが多数寄せられた、シンフォニーのやり方について解説していこうと思います。簡単な流れはないと思いますが、頑張って習得していきましょう。では、チャンネルの紹介から入っていきます。このチャンネルは、我がの解説を今までになかった視点から解説していくチャンネルです。ビートボックスを最近始めたという方や、他の方の解説を見てもいまいち、といった方におすすめできるチャンネルなので、もし、そういう方々がいましたら、チャンネル登録をしておくことをおすすめします。では、本編参ります。やり方解説です。ステップ1、口を口笛を吹くときの形にする。そして、ノドキックをできるようにしておく。シンフォニーのやり方はいろいろありますが、今回はノドキックからやる方法を紹介します。ステップ2、ステップ1の2つの技巧を同時にやる。ここからかなり重要な話をしていきます。ノドキックをこの口の状態でやると、若干口の先が振動するのがわかると思います。この感覚がつかめたら、ノドキックを打つと同時に下顎をそこばく聞きます。すると口先で響いていた音が口の中に吸い込まれていく感覚があるはずです。トランペットに若干高い音を混ぜたような音が鳴ったらシンフォニーの完成です。今回の講座は以上です。いかがでしたでしょうか。このラガラ主もあまり得意ではないので、これから練習して、もう少しクオリティの音を出せるようにします。では、バイバイ。